2015年8月6日、宮城県東松島市で、東松島スマート防災エコタウン災害公営住宅鍵引き渡し式が開会された。東松島スマート防災エコタウンは、東日本大震災からの復興と災害に強い町を目指した全国でも例のない取り組み。災害公営住宅は仮設住宅から新たな住宅での暮らしを実現するために建設された。この日、入居者へ鍵の引き渡しが行われ、待ちに待った入居の時を迎えた。鍵を渡されまして、将来に向かって希望を持って前進したいと思います。入居者を代表いたしまして、お礼の挨拶といたします。はい、この町が注目されているのにはもう一つ理由がある。それはマイクログリッドと呼ばれる、既存電力にほとんど依存しない自営の電力供給ネットワークを構築した日本で初めての本格的スマートタウンになるということだ。東松島市と大手ハウスメーカー積水ハウスが企画して実現した。日本で最初ということはすごく誇れと申しますか、ここまで協力していただいた積水ハウスさんや、あるいはこの災害公営住宅ですので、地権者の皆さん、皆さんのご協力のおかげということになりますが、ただそのエネルギーということにつきましては、やはりこの東日本大震災以降ですね、福島原発の事故があったりということで、かなりいろんな議論がありますけれども、私としましてはまず自立した電源を確保するということが、まず自治体の中ではやっていこうというふうに考えておりますので、これがこれからの社会の中で歩むべき姿に進んでいけばいいなという期待を持って今いるところです。各住宅で太陽光発電を行うほか、隣接したエリアで大規模な太陽光発電を行う。さらにバイオディーゼル、非常用発電や大型蓄電池を備え、近隣の病院や公共施設をつなぎ、電力の地産地消を行う仕組みだ。電力需給の管理は地域内エネルギー管理システム、セムスで行う。当社 の強みですけども、そのエネルギーですね、そちらの方のいろいろその取り組みが非常に得意なものですから、それを生かして何かできないかということと、それからここは戸建ての団地なんですけども、調整池とか、あと近くに病院がですね、非常に多くありました。その辺の資源をうまく活用してつなぎ合わせることによって、スマート防災タウンができるんじゃないかということで、今回の計画がスタートしました。例えば災害時、電力会社から電力が供給されなくても3日間は通常の電力供給が可能となる。大震災のような長期の停電時にも、近隣の病院などへ最低限の電力供給をすることが可能だ。やっぱり遠くで作って持ってくるっていうのは、こう送電システムとか全部をインフラを揃えておかなくちゃいけないっていうことだと思うんですが、こういう分散型発電システムっていうのは、この間の送電ラインをもう例えば整備しなくても済むかもしれないですね、今後エネルギー需要が増えても。ということは、そのコスト的にもっと日本全体では安くなるかもしれないとか、でさらに安全性も上がるし、CO2 も削減しなくちゃいけないしっていうことの、そういう問題を解決できるっていう方法ではないかなと思うんですね。我々多くは家自体のスマートハウスをたくさん売らせていただく、例えば建てさせていただく、ゼロエネルギー住宅っていうのがもう販売の7割ぐらいに達してますので、エネルギー問題個別にはそういうのでどんどん解決ができると思ってますけど、やっぱり町全体だともっと違う解決、もっといい解決方法があるというようなことで、それをもう我々が示していって、普及させていくっていうのが、トップランナー企業としての責任ではないかなというふうに思います。